落雲卿は中華民国の政治家。南京国民政府の要人。要名は工事。別名は光包み。別号は、陽生、築高、竹雄、西西、西生。1917年、調査青年会実学校に入学する。翌年卒業して、上海の大道学院に入学した。1919年、病気により退学し、フランスへ、 近郊見学に赴いた。しかし、ここでもやはり病気により途中帰国している。1920年8月、調査学雲も中学に入学する。1922年春、中国社会主義青年団に加入し、まもなく中国共産党に加入した。 7月、中学を卒業し、上海に赴いて中京第二回全国、代表大会に参加した。しかし翌年、一旦共産党を離党している。1924年初に党籍が復活し、湖南に戻って、共産党湖南省委員会初期兼、訓練委員会秘書となる。ところが、翌年、またしても離党した。同年秋に、上海の私立大大学に入学し、 今度は、中国国民党に加入している。1926年12月、学業を中途で断念して、武漢へ向かう。武漢国民政府に加入し、超治む中の配下となった。9月、南京中央軍艦学校中高政治教官となった。1929年、軍事委員会武漢委員長行営政訓部秘書長となる。1932年10月、 石膏紹介、根イ県県庁に転じた。翌年11月、軍事委員会南省委員長行営に移動する。1935年春、軍事委員会重慶委員長行営秘書となった。1937年初頭に、軍事委員会弁公庁少々秘書兼弁公庁秘書、ところ少将所長などに就任している。1938年2月、楽ン卿は、 州副会が組織した、芸文研究会に加入する。翌年2月、重慶から香港へ向かった。以後、らは、州の側近と目されるようになる。8月、上海へ移動して、王朝名と合流し、その下で、国民党中央執行委員権中央東部、副秘書長に就任した。12月、陸軍軍艦訓練団聖書所,所長になる。1940年3月、 正式に南京国民政府が成立すると、ラクン京は中央政治委員会副秘書長、県辺京委員会委員長となった。7月には税警学校幹部訓練反弁校長主任となり、州のために事実上の軍事組織である税警団を創設した。翌年8月、社会行動指導委員会委員となる。また、南京の中法。 上海の平良法の二新聞社で社長となった。1942年3月、司法行政部部長に任命された。1943年1月、最高国防会議秘書長に任じられる。翌月には新国民運動促進委員会委員となる。3月、中央税系相談中上相談長に任命された。12月、暗記省省庁に任じられ、翌年9月には、 同章党部主任委員なども兼ねている。1945年1月、上海市長となった州復会の下で秘書長に転じる。代理警察局局長、財政局局長などの市政府の要職も兼任した。日本敗北後の8月19日、小会席の命令により、州復会が上海行動総体司令部を創設し、総指揮に就任すると、ラクン卿は、 副葬式となり、上海の治安維持を受け負った。しかし、9月30日に、羅は逮捕され、1947年3月、官官として、無期懲役の判決を受けた。羅君教は、中華人民共和国成立後もそのまま収監され、続けている。1970年2月22日、上海市の監獄で病没した。去年69、ありがとうございます。